隅っこ暮らしマジで隅っこ暮らし。この後は劇場公演です。顔赤マスクしてて肌荒れがすごいですね。あ、4時に755したのは別に寝れなかったからじゃなくて寝れなかったわけじゃなくて、むしろ爆睡して、本当に昨日何時に寝たかな、めっちゃ寝たんですよ。もう日付超える前には寝てた。すごいでしょ。本当にで4時くらいに1回起きちゃって、でもまだ眠いなと思ってもう1回寝たので、それが4時だから二度寝するよって意味で2人の顔を二度寝の2 そう、二度寝するよっていう意味の二度寝でした。そしてそんなに早くはない、早起きって言ってもそんなに早起きはして、ちょっとじゃあしまっとこう。多分あの美容師さんのインスタでも知っちゃってる人はいるかもしれないんですけど、みんなが楽しみにしてくれてたっていうとあれですけどハルピョンがやるよって言ってた髪色があるじゃないですか。それを実は昨日ね、もうすでにしてて、だから昨日もこうやってね、はい、縛ってポニーテールをしてたと思うんですけど、縛って隠してた配信だったと思うんですけど、そうで今もしてあるんですけど、まあまだ今日の劇場で初お披露目っていうことでまだ隠しておきたいと思います。見て、これめっちゃすごい。背中かゆっこれだとインスタの副的に昨日と特定しました。怖っ、待って、怖いんですけど、こうやって生まれるんですねこうやって生まれるんですねすごい首ない人みたい。めっちゃ怖い。今超怖い発言を見たこうやって生まれるんですね、本当に。こんにちは、はい、ハロー。
神田さん、ハートありがとうございます。あ、AKB48 最近聞いた、見ましたか？見てくれたかな？私はまだ見てないんですけど、ごめんなさいね。だって昨日入って1時間くらい配信します。これはね、別にここまで隠す必要ないんだけどさあのこの毛先がね、首かゆくなっちゃうの、このシャツの中に入れてたら。だから出すわ。見えてもまあみんな見てないふりしてください。はい、メンバーの反応もう昨日ね合ってるので、そうもう全然合っているので、レミちゃんに、レミちゃんに会うからこの髪型にしたんだって言ったら、本当ですか、そんなわけないじゃないですか、本当にそうだったらやばいですよって言われました正解、本当にそうだったらマジでやばいうん、そうそう、顔赤い、マスクがね擦れちゃうんだよね、うん、痛い、至って平熱なので安心してください。今日劇場だよ。ともゆきさん、ゆうさん、桜町ありがとうございます。そう、すっぴん、まだすっぴんです。今からメイクするよ。あ、今からじゃないよ、この後劇場に行った後にメイクするので、うん、まだすっぴんです。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。声出しをさせるのかな私に声出しをさせるのかな。パンダさん、ミラーボール1つありがとうございます。5個分歌う前に、ちょっと待ってね、歌うんだけど、ちょっと待ってね、歌詞が出てこない。サプライズラバーさん、ミラボール5つありがとうございます。すごい10個分になったいいのに、ありがとう。じゃあ、わからない今の夢を見てた、楽しみてもそう忍びてくれた、どこまで行けたんだ。こっからか。辛い時は振り返って、その姿を確かめた、あなたがいてくれたから、諦めずやってこられた、
私にとってあなたはずっとそこで優しく見守るホームタウン。2年の時が流れ、しばらく会えなかったね。それでも忘れてなかった、心のあの日なた、不意のさよならだった。誰のせいでもなくて、ただ違う道を行く。夢は逃げたりしない、諦めなければ、ほほほん、ほほほえんでいてくれた。あなたに応援されて、この道を信じてきた。いつかきっと再会して、頑張りを褒められたい。あなたに応援されて、まっすぐに迷うことなく。ありがとうございます。そしてミラーボールも2つ今来てた。誰だ、9時の大吾さん、ミラーボールありがとうございます。なんかいい曲あなたの胸で泣きたかったよ。愛は遠くて近くて、ホームタウン。ミラボルありがとうございます。みんなありがとう。すごいいい曲ですね。急にいい曲ですね。あやはちゃん、桜餅ありがとう。こにたんゆみずさん、桜餅ありがとう。ありがとうございます。ゆうさん、桜餅ありがとうございます。眠いたくやばい、眠い、歌ったら眠いたくやってきちゃったひひこんにちは。あなたのお昼ご飯、お、本当だ、忘れてた。お昼食べる時間考えてなかったやん、やば。うわ、どうしよう。え、でもご飯出るよね。あれは夜ご飯なのかお昼ご飯なのかよくわからない。ご飯が出るな。でも何ご飯なんだろう本当にあれは何ご飯なんだろう。よくわからないご飯が出ます。多分、え、お弁当出るよね、さすがに。公園でも、公園、今回卒業イベントだから出るのか、え、出ない？そんなことある？嘘でしょ。にゃーこさん、ミドレンジャーさん、しゅんごさん、桜餅ありがとうございます。マックミックさん、桜餅ありがとうございます。でもね、私の頑張りドリンクは持ってきたよ、ちゃんと。ちゃんと昨日コンビニで買いました。
でもさ、今日ちょっとさ、時間がさ、なんか思ってた以上にやばくて、ちょっと走ったんですね。集合時間、そう。だからちょっと走ったわ、ちょっと振っちゃったってことなんですよ。要するにやばいかもしんない。劇場で飲むけどシュッピャーってなるかもしんない。こちらも公演終わりに飲むドリンク。もうアピョン出るわけないんだけど。アホ見える、見えるかな。ヤッホー、ここにいるよー。あでも普段の公演よりも動かないからうん、なんかこんなに飲むかなっていう気持ちではある、正直。ベッキーさん、ハートありがとうございます。うん、なんか最近触覚が分かんなくて今謎なんですよね。しわいさん、これも触覚なのかな、これ伸ばし中の触覚かな、わかんない。何、桜前線前半戦ポイントって何、このイベント。またまた発表知らないとこでまたなんかよくわかんないイベントやってんだけど、もう何これおのぴーさん、桜餅ありがとう。しわいさん、桜ありがとう。あやはちゃん、桜餅ありがとう。日程が3分割されているみたいな、だからさ、知らない、まあそんな知らないところで知らないイベントやらないでよ。来てないです、連絡は。あれ来てんのかな、ちょっと私が見逃してるだけかもしれないな。いや、ないな。ホワイトデーみたいな、なんかやつ見たけど、ないです。ショールーム、お知らせを見た方が早い。この触覚すごいな、なんか触覚が分かんないな。前半戦ランキング3日間、3月27日の19時半から5分間だけ。そんなのあるんだ。いや、花見タイム、これ何がどうなるんですか。前半戦、いろんな和菓子を楽しめる、いろんな味を楽しめる和菓子の詰め合わせ。家電の方が欲しいかもだって和菓子は残らないし太っちゃうけど、家電はずっと残るし、
それを見るたびに、あ、ピョンズの人がって思えるかもしれない。家電の方が欲しいかも。うん、だからみんなそっちで。エアポッツもらえるかな、エアポッツくれるかな、エアポッツ欲しい。うん、なので後半戦で、前半は大丈夫。うん、和菓子、私もね、和菓子って言っても好きな和菓子と苦手な和菓子があるんですよ。そう、ぜんざいとか大好き。でもあれ和菓子っていうのかな、ぜんざいとかめっちゃ好きだけど、なんだろう、なんかこしあんが苦手なのかな私。そう、こしあんが苦手で、苦手っていうか食べれるんだけどね。でもかりんとうまんじゅうは大好きなんです。マジで謎。そうだから難しいけど、まあでもとりあえず和菓子は大丈夫かも。つぶあんが好きなの。みんなこしあんの方が好きって言うよね。でも私はつぶあんの方が好きなの。申し訳ない。かりんとうまんじゅう美味しい、マジ好き。山内さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。こしあん派、つぶあん派。私はあれ、なんかこのルームつぶあんの方が多くない？私なんか、そ、なんていうの、本当によく聞く、よく聞くっていうか、テレビとかでよく見てると、なんかあの粒の皮の感じが嫌だとかっていう人が結構いるっぽくて、でも私はこしあんのなんか、なんだろう、のんってした感じのがちょっと苦手で、そうなんですよね。だからヌンが苦手です。そうねえ、マッチとオロナミン C あるってことを頭が分かってるから飲みたくなっちゃう。でも冷えてない、劇場の冷蔵庫で冷やそうと思ってるから冷えてないから今飲んでも美味しくない。見ない見ない。寝ようと思えば寝れます、すごく。でも寝ようと思わないから寝ません。ビタンさんの方が好き。いやー、そうでもないの。別に炭酸強くても全然私は飲める。ただ唯一本当に炭酸ジュースの中でコーラとペプシだけが飲めない。そう、唯一。うん、わかんない、ちょっと他にも飲めないものとかあるかもしれないけど、私がこれまで飲んだことある炭酸飲料の中で唯一飲めないのがその2つ。うん、
ないとは飲めます。辛口ジンジャーエールダメ。私この間この間お友達と、なんかお友達の知り合いの方がやってるお店屋さんに行ったんですね。でも基本的にはその居酒屋さんっていう感じで、なんかなんだろう、まだオープンちゃんとしたオープンはしてなくて、そのまだなんか自分のその知り合いだけっていうか、そのなんていうんですかね、知ってる人しか呼んでないみたいな、まだそういうお店だったんですけど、それがまあすごいザ居酒屋さんっていう感じっていうよりかは、なんかおしゃれな雰囲気の居酒屋さんみたいな感じだったんですけど、でも私はそのお友達が運転してくれてたから、その一人でねお酒乾杯とかするのもねよくわからないですから、私もあのお友達もソフトドリンクを頼もうって思ったんですけど、その4つあって、なんかゆずソーダみたいなやつと、お茶、水、ジンジャーエールってあったんですよ。自家製ジンジャーエールっていうのがあって、でもなんかお茶水は違うじゃん、せっかくねって思ってで、ゆずがその二重線引いてあって、その時なかったっぽいんですよ。でもお友達はその前回もそこのプレオープンみたいなお店に行ったことあった時に行ったのは、あ、なんか飲んだのはゆずで、ゆず美味しかったのにって言ってて、ってなって、でも私ジンジャーエールってなんかすごいジンジャーしてるジンジャーエールってあるじゃないですか、わかります、生姜感がすごく強いジンジャーエールってあるじゃないですか、なんかそれがすごく苦手なんですね。でなんかだいたいそういうおしゃれなお店って、なんか普通のジンジャーエールじゃなくて、本当にちゃんとジンジャーエールを、ジンジャーエールみたいな感じのジンジャーエールだから、でしかも自家製って書いてあったから、あ、もうこれは確実にジンジャーしているジンジャーエールだなと思って、その聞いたんですね、そのお店の方っていうか、あのお友達のお知り合いさんに聞いたんですね、え、どんぐらいジンジャーしてますかって聞いたらめっちゃ笑われてそうめっちゃ笑われて、めっちゃ爆笑されて、いやだからどんぐらいジンジャーしてますかめっちゃ、しかも関西の方だったんですよその方が。だからもうすごいなんかめっちゃ笑われて、え、もうめっちゃずっとネタにされてでも私はジンジャーが飲めないから、じゃあジンジャー少なめでって言ったんですね。そしたら、はい、ジンジャー少なめって持ってこられてありがとうございますって言って飲んだら、そのなんだろう、ジンジャー、そのなんて言うんだろうな、そのジンジャー感を少なくしたことによって、でもよりなんか辛みが増すみたいなより辛みが増しちゃって、そう、それで結局ジンジャーの味がすごかったんですよ。だからなんかで聞かれて、そう、大丈夫みたいな、ジンジャーしてないって聞かれて、あ、いや、ちょっとジンジャーしてますねって話になって、でそのなんだろう、砂糖を溶かした、グラニュー糖を溶かした水飴みたいなのを作ってくださって、それをその中に入れてくださったんですよ、甘みを出すために。そう、そしたらいいジンジャーでした。なんていうの、いいジンジャーエールになったんです、すごく、まあ、言うたらガムシロップを入れたみたいな感じです、まあ、グラニュー糖を溶かされてました、はい、いいジンジャーエールになりました。美味しかった、とっても。そうで、まあ普通にねジュースをそのジンジャーエールを飲んでて、まあなくなるじゃないですか、でいやーどうしようかなーってなるじゃないですか、お茶にしようかなーって、申し訳ないしなーって思ってたら、またなんていうの、甘めのジンジャー作るって言われて甘めのジンジャーとはみたいな、でも私がね甘めのジンジャー、そう頼んだのであれなんですけど、でももう
これでそのなんていうのジンジャーが苦手な人にも作れるジンジャーエールができたよありがとうって言っていただけて、いや優しいなと思いましたけど、そう本当にジンジャーでした。そんなジンジャー、そんなジンジャーの話でした。普段はね頼まないですよ、そのジンジャーエールってあって、普段はいろんなね、なんていうの、ジンジャー以外のいろんな飲み物もあるから普段は頼まないけど、そう大体お店に行くと、そうジンジャーエールって分かれ、本当に二極化するんですよ。めっちゃジンジャーしてるか、マジ本当にジンジャーエールっていうジンジャーエールか。なので普段はジンジャー怖いから他の飲み物頼んだりするんですけど、でもまあそのねお店の方もお友達の知り合いだったから頼めたっていう話ですよね。うん、それはある。すいません、ありがとうございます、めっちゃ感謝です。めっちゃ感謝です、うん、本当にジンジャーしてますかって私が悪いのかなでもジンジャーでも苦手な人いますよね、絶対生姜が苦手ですとかって人いますよね。だからジンジャー苦手な人でした。ちゃんちゃん、友達にその日の写真フォルダみたいなアルバムをね、LINE で送ってもらった時にそのアルバム名がジンジャー少なめでした友達にもいじられとるやないかい本当にもうジンジャー少なめで、そうそう、どれくらいジンジャーしてますか受けるかな、さすがに受けるかな寿司食べるときはガリ少ない、ガリなんて食べないガリ食べない、寿司しか食わん、うん、ガリを挟む意味が分かんないんですよね生姜焼きは食べれるけど、でも食べない、なんだろう、生姜焼きがその日のご飯、はい生姜焼きですって出てきたら食べますよ、それは食べるけど、でもじゃあ定食屋さんに行きました、サバ味噌生姜焼き、豚しゃぶありました、はいどれですかって言われたら私は迷わずサバ味噌を食べます。まあたまに生姜焼きじゃない、なんだっけ、豚しゃぶに行くかもしれないけど、これ定食屋さんの話じゃないな、完全に完全にお仕事で出るお弁当の話してた今でもサバ味噌、生姜焼き、豚しゃぶがあったら確実に豚しゃぶを、間違えた、サバ味噌を食べます。サバ味噌がだって一番美味しいから、うん、特にお魚は冷えてもうまい、うん、でもその日のご飯が生姜焼きですよって言われたら食べます。そうそうそう、
生姜焼きはだからまあ許容範囲ギリギリボーダーラインって感じ、うん、紅生姜食べない。牛丼屋さんとかで紅生姜出てきたり食べない食べないです。漬物とかも食べない。うん、橋本家ってご飯にそうラーメン屋さんに行くとラーメンとそのとろろ昆布おにぎりを頼むんですよ食いすぎって言われるかもしれないんですけど、そうなんです。いやうまいんだこれがラーメンととろろ昆布おにぎりを食べるんですけど、そのとろろ昆布おにぎりについてくる漬物も食べないし、なんならそのとろろ昆布おにぎりの中の梅干しも食べないですママにどうぞってあげます。はい、そういう人間です。私はだからもしもね、もしも私がママの立場になったら、漬物とか生姜焼き生姜とかも食べれる子供に育てます。で私の分を食べてもらいますはい、そうします。口直し知らないの？口直しなんてしなくていいよ、水とかで十分。うん、変わるじゃん味。でも最近ネギの美味しさに気づきました。なんかそんな、なんて言うんだろう、美味しいって食べるわけじゃないけど、なんかあ味がちょっと変わるんだなみたいな、そうなんかさっぱりするなみたいな気持ちが分かるようになりました最近。そうそうそう、21歳成長。でも私別になんか食材で苦手みたいなものはなくて、食材でなんか薬味とかで苦手とかっていうのは確かにたっぷりあるんですけど、でも食材で苦手っていうのってなくて、あんまなんだろう、だからピーマンとかよく子供苦手じゃないですか、人参とか。そういうのも全然もうちっちゃい頃から食べれてきたし、そうそういうなんだろう、大根とかも好きだけどそれを漬物とかにするとちょっと、たくあんにするとちょっと違うんだよなみたいな感じで、別に食べなくはない、なんか絶対食べろみたいな場面では食べますよもちろん。もう何があっても食べなさいみたいな場面では食べますけど、例えば何でしたっけ、でも福神漬けはめっちゃ好きです謎、うん、福神漬けはめっちゃ好きです。甘いんだろうね福神漬けは、ちょっとね、私がこれまで食べてきた福神漬けは小学校とかで出てたあれだから、福神漬けは美味しい。でも確かになんか加工物っていうイメージ、でもそういうイメージではないけどな、なんだろう、何でなんだろうね、
でもあれの時に出てきたあの AKB48 最近聞いたの時に出てきたあの漬物はちゃんと食べました。はい、食べた、えらい。だそうやって番組とかで出てくると多分ねそんなに好き嫌いしないですよ。えらいから、外面はいいから、うん、でも甘いのが何でも好きってわけじゃないんですよ。チョコレート食べれないし。だからね、かでもその前に言ったんですけど、そのチョコレートもお友達のねお母さんが発見してくれたんですけど、チョコレートって実はカカオでできてるので、もう薬味、薬味ではないかもしれないけど、そういうなんだろうね、そうですよね、そうそうそう、カカオなんです。茶色の福神漬け、それとも赤、どっちも食べれるけど好きな方は茶色です。うん、なんか原色がダメなのかな、ね、むず。弁当に入ってる漬物は食べないです食べないです。違う、だからそのカカオ、チョコレートがカカオってことは知ってたけど、でもそのなんて言うんだろう、カカオだから食べれないっていう話、意味わかるかな。チョコがカカオなのは知ってんだけど、カカオだから食べれないっていうことです。え、分かって誰か食べれない理由が見つかったっていう話ですね。わかるよね、わかるわかる。え、わかんないかな、待って、わかんない理由がわかんない、待って、どうしたらいいんだろう。ココア飲めない、うん、そう、苦手な理由が分かったって、そういうことね、分かるよね、あれアルピオン分かるよね、 OK。 サトさんハートありがとうございます。二つじゃない、これ座布団、座布団をここに置いてるだけ、こたつじゃないよ。そう、スパイス系がダメ、そういうこと。カカオ豆かじったことある人いるんですかカカオ豆かじったことあんの。ピョンズだから理解した、お代理のアバター使ってるけど正解正解。お仕事中の竹兄さんありがとう、なんだっけ、桜餅ありがとうございます。いいんですよ、誰のアバターでも大歓迎。全然私のとこアバター揃ってないけど私は揃ってない方がいいんですよ。はい、ぜひ桜餅はまだ貯めといてください。3月何日までだっけ、なんか後半戦みたいな時まで無料でいただけるやつは貯めといてね。お腹すいた、待って、お昼食べる時間を考えなきゃいけないことを私は忘れていたので、配信をそろそろ終わろうかなと思いますけれども、今日ちょっと早かったかな、いい？じゃあ17分から始めてるので17分ぐらいに終わります。
昼食べるの忘れてた、お昼食べることを忘れてたっていうの、お昼食べる話を忘れてた。何食べようかな。お腹鳴ってんだけど、ウケる。仕事行っちゃうよ。仕事行っちゃうよ、ハルピョン。ラーメン食べたいね。何の曲かやるか楽しい。今日来る人、はーい、はい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 、いなかった。いなかった。時間があるならね、ラーメン食べたいんですけどね。あとこんな白い服でラーメンは食べれない。絶対無理。ようやくこっちに来て DMM。 いや遅いな。遅いな。でもそっちで DMM 見れるんだ。やばい、お腹鳴ってる、鳴ってるよ、鳴ってる鳴ってる。やばい、待って、本格的になり始めた。終わろ。でも17分までやるって言っちゃった。え、お腹鳴ることっていいことですよね。健康ってことですよね。いいこと。ちょっとグミ1個食べよう。リュックにいつもグミが入ってるの、私。手指用アルコールしよう。ちゃんとアルコールだ。本当に普段めっちゃ匂い嗅いじゃう、アルコール消毒した後。で、うんってなる。もう、うってだったらちゃんと、なんていうの、エタノール、アルコール消毒のっていうのが分かるし、でも
たまになんかちょっと納豆みたいな匂いのとかがあるんですよ。あとは無臭のやつとか。それはどうなん、わかんない、どうなの、何かがは何かはわかんないけど、アルコールじゃないなっていうのはわかります。うん、でもこれはアルコール。あ、でも私多分に鼻おかしいんで先に言っときますね。だから本当は納豆じゃないかもしれない。本当に私鼻おかしいんですよ、去年の8月からそう、これまでコーヒーの匂いはなんかちゃんと分かってたんですけど、コーヒーの匂いが最近っていうか、もう本当に1年前は嘘だ、持ったそのまあお鼻がねちょっとおかしくなっちゃってから、飼ってるペットのウサギさんたちのおトイレの匂いがするようになっちゃってもう本当にだから隣でなんか新幹線とかで隣でコーヒーとか開けられるともう最悪だなって思います、いつも。うん、うって思います。そう、すごい辛い、うん、だから私コーヒーもう飲めないです、絶対。だってさ、コーヒーを飲むってことはさ、つまりさ、そういうことじゃないですか、私からしたら。私からしたらね、じゃあみんなからしたら違うと思うけど、私の鼻からしたらそういうことなんですよ。私の鼻だけね、そう、成分的にはちゃんとコーヒーだと思いますけれども、だからそうなの。でも別にこれまでもコーヒー飲めなかったからいいや、別に。なんかこれまでめっちゃコーヒー好きでコーヒー飲んでたのにそういうことになったとかだったら多分大変、すごい大変だけど、これまでもコーヒー好きじゃなかったのがもっと飲めなくなっただけだから別にいいんですよ、問題はない。ただカルディに行くのが辛くなりました。スタバでコーヒー飲んでる人あんま見たことないスタバでコーヒー飲んでる人あんま見ない。カルディがマジで本当に、でも私カルディめっちゃ好きなんですよ。そう、カルディのゆず茶がすごい好きで、だから瓶のね、そう、あれを、あれがすごい大好きで、めっちゃか、買ってーって なったりとかするんですけど、カルディのゆず茶めっちゃ美味しいからめっちゃ飲んでほしい、みんなに。めっちゃ美味しいよ、本当に美味しい、おすすめ。おぬぬめ、おぬぬめ、おぬぬめって何ですか。なんかおすすめをよくおぬぬめって書く人いるじゃないですか。でもさ、赤さたなはだからさ、絶対ぬと間違える、すとぬ、すとぬを間違えることないじゃないですか、フリックとかで。
でもなんかなんでそんな手ちょっと棒伸ばしちゃったみたいな、どうしたのって思います。あ、ネット用語、あ、そうなんだ、ネット用語なんだ。おぬめ。ああ、私ちょっと知らなくてよかったかもしれない。ネット用語か、知らなくてよかったかもしれないな私。知らなくてよかったな。今もう今日の記憶抹消しとこう。うん。ちょっと今日の記憶抹消します。今日のこの10分、ここ今の5分ぐらいの記憶抹消します。うん、じゃああと11人いったら5000人なんでランキング読みます。多分もうちょっとでいくと思う。ね、卒業、昨日さ、いや、いいや、これメールに書こう、メールに書きます。あ、超えた、5053人。ということでちょっとこっちの方がなんか話しやすいな、ここに置きたい。あ、分かった、椅子の位置をさ変えればいいんだ。でももう配信終わるからいいや。配信終わるからいいや。ということで配信を終わりたいと思います。なんかでもこうやって見たらまつげ上がってんだよな。それではランキング読みます。あ、ちょうど16分、すごくない？ほらちょうど16分、すっごっ。17分ぐらいに終わりますって言ってたから、すごいぴったり。ヒョンズって天才、キュン。それではいきます。1位、サプライズレバーさん、ミラボールたくさんありがとうございました。2位、くじのだいごさん、ありがとうございます。3位、にゃこあと明日から春直しさん、ありがとうございます。4位、A ダッシュアットピョンドさん、ありがとうございます。5位、パンダさん、ありがとうございます。6位、お仕事中のタケニーアットハルピョン、お仕事ファイト、頑張ります、ありがとう、ありがとうございます。7位、スミちゃんアット真夜中の地震でびっくり、なぜか直前に目が覚めた、君はもしかして電気ナマズだな。あれ電気ナマズですよね、なんか地震予知するやつ。あれそうですよね、違ったっけ、そうだよね。あれうなぎだっけ。あれ電気ナマズじゃなかったっけ、リュウグウの使い、なんだ、まあ、自分で調べといてください。あら待って、変わっちゃった。1位サプライズレバーさん、あれ変わってない、変わってる。2位くじのだいごさん、3位にゃーこさん、4位 A ダッシュさん、5位マックミックさん、6位パンダさん、7位お仕事中のたけにーさん、8位すみちゃん、9位山内さん、ありがとうございます。10位シワイアット香港さん、ありがとうございます。11位ミャオイさん、ありがとうございます。12位レクサーアットピョンドさん、ありがとうございます。13位コニタンイミズさん、ありがとうございます。そして本日のすごい、なんか響いてんのかな、あーあっおお
すいません。こっから声を出すと本日のラッキー888位はジョージハサラン、ん？ハラさん、ジョージハラさんです。ありがとうございます。あ、ジョージハラさんかなありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。ほほほほ、ようこそハルピョンの配信へようこそ。やばい、ダメダメダメ、バンされるから、やめてやめて、言わないで。ということで、それではおやすみじゃないけど、また、劇場公演で会える方はお会いしましょう。会えない方は DMM さんで絶対に見てください。私の新しい髪色も公開なので、やばいやばい、見えちゃう見えちゃう、髪色公開なのでぜひ見てください。イエーイ。それではバイバーイ、またね。あ、最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたに、間違えた、5,323人の皆さんにきっときっと笑顔をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。今日は向かって右側に多く行きますので、だから下手、上手、あ、でもそんなに行かないです。だからセンターブロックの上手側ぐらいにいたら多分ハルピョンのことを見れると思いますので、のんのんさんファン、のんのんさんファンさん間違えた、のんのんファンの皆さんはもう土線でしっかり構えといてください。よろしくお願いします。ということで、それでは皆様おやすみなさー、間違えました、さようなら、バイバーイ、ありがとう、お仕事頑張って、学校頑張って、お休みの人は楽しんでバイバーイ。